なんかしっかり喋ったね。なんかちょっと大人っぽかったよ今ね。はい、じゃあ次お願いします。皆さんこんにちは、シアドラゴンズ2010内藤真美です。私は2009、2010と2年間やらせていただきました。先ほども言いましたが、グラウンドなどで踊れるいい経験をさせていただいて、とても感謝しています。それからステージやこういうイベントごとにも足を運んでくださる方々にもとても感謝しています。今までありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。緊張した。はい、じゃあ最後お願いします。はい、チアドラマーズ2010の塩見かなです。今回4人は卒業となってしまいますが、私はまだ今年もいます。まあ、今年もまたいるのと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、あれ、しょうな、ごめんね、またいるからよ、よろしくね、しょうな。頑張ろうね、今年もね。はい、こんな方も、ね、たくさんいると思いますけども、まあ、手を挙げなくていいからね。はい、で今年も、今日も夜練習があるんですけども、3月も2月もちょっと厳しいレッスンがいっぱい待っていますが、開幕に向けて皆さんにパワフルなパフォーマンスを見せできるように頑張っていきたいと思いますので、今年もぜひ名古屋ドームへ足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん本当に1年間チアドラゴンズ2010応援してくれてありがとうございました。そしてね、今年新しく登場するチアドラゴンズ2011もどうぞよろしくお願いします。はい、チアドラゴンズのインタビューコーナーでした。それではこれでね、チアドラゴンズとはお別れになります。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ね、寒い中は元気に踊ってくれました。風邪ひかないように暖かくしてくださいね。チアドラを見送ったところで、今日はね、こんなにたくさんのカレンダーを宣伝しろと、もういいや、あとでそこでね、こっそりやるから、ね、きっと買いたい人、さっきのね、アピールでいっぱい増えたと思うから、大丈夫、大丈夫。